あっかりんさん、対戦よろしくお願いします。これはメタンモはね、まあ、来ると思うんですよね。メタンモは、うん、メタンモはね来るね。どうしようかな。ガルから入っていいかも、いっそのこと。ガリーラから入ろうかな。ガリー、ガリゲン、ガリゲンレボで、ガリゲンレボで行こうと思います。対戦よろしくお願いします。まあ、僕個人的には初手ガルーラ以外キボンヌ。あ、そういえばね、僕時間が余ってたんで、僕のパーティーのイラストを描いてきて、まあ、下画面の方に表示してるんで、よろしくお願いいたします。まあ、全部僕が描きました。ボルトロス、まあ、これは別に、まあ、秘密からでいっかな。秘密打ちます。こう目がします、普通に。まあ、仮にその、まあ、ここで多分後出しがで出てくるとしたらゲンガーぐらいしかいないんですけど、僕先日の段階でもガルーラとゲンガー対面してしまった場合はいちいち取らせるってことを前提で初手にガルーラ投げてるんで、まあ、ここでゲンガー出てくる分には、まあ、とってもいっかな。オッケーオッケーオッケー。多分いちいち取ってくると思うんです。このパンメタモンだと思ってるんだけどな。ベロベロバー、道連れですかね。あー、まあまあまあ、そう、あい、やけどしろ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 、犯罪者の力見せてやるぜ。犯罪者パンチ。まあ、そんなにうまくいかないか。まあ、多分見つれれんだと思うんですけど。はい。まあ、耐えたぞ。やけどしないかな。うわ、ここやけどしたらマジでバグのアドンゴだったのに。やけどしたらバグのアドンゴでしたよね。魔法のパンで。まあいいよ、僕そんな望み通りの展開にしてやるよ。一緒に死のうぜ。漆黒の闇の中に消えろ、ヘブンズゲート。でお互いメガワーク失った状態で、ボルトロス見えてんだよな。イバルがゲンガーからは入りたくないな。ラストにゲンガー残しておきたいんで、まあ、ここはレイジボルトロスから入るんですけど、まあボルトロスだよな。あんまりいい対面とは言い難いよな、これも。はい、10万ボルト。まあここはメタモン出てきても構いません。相手多分ボルト突っ張ってくると思うけどな、裏メタモンいたとしても。ここはまあまあだよな。まあこの対面はそうなりますよね。頼む、あとは自覚の問題なんだ。己に打ち勝ってくれ。負けてんじゃねえかよ、負けてんじゃねえかよ。いや、ここメザコーリね、打ちたくないんですよね。いや、うっ、いや、めっちゃ威張ってくるな。あ、これあれか、わかったわかったわかった。え、もしかしてこれ打点ないやつか。ちょ、技構成考えよう。威張る、どうなってんだ技構成こいつ。なんで2回も威張る。お前ふざけんな。おちんちんおちんちんおちん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 。勝負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 、ここ大事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 、ここ大事大事大事、気合い入れろよ。せい、イエーイ。消え去れ。ラストメタモンだったら勝ち。あのね、鬼氷だったらね負けありますね。まだピクシー、あ、ピクシーはほぼ勝ちかな。ゲンガーラスト残しといてよかったってなるわ。はい、まあ、ほぼ勝ちってだけで、あの、確定で勝ちではないんですけど、まあ、そうなりますわ。許さねえ。バトルしようぜ。ポケモンバトル。当てろ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 。デル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 
ここ気合い入れろよ、マジで。頼む。せーイエーイ対戦ありがとうございました。ざわ、ざわ。ザワールド対戦よろしくお願いします。ファインアロー、いや、まあ、クレスが来るな。僕の前ってガルーラもゲンガーもどっちも出てきやすいから、なんか絞るってことができないんですよね。だからどっちできても対応できるような、なんかそういう選出を、まあ、しなきゃいけないんですけど、どうしようかな。ファインアロー確定、ファインアローレボルトまで確定でいいか。ファイアローレボルトまで確定、いや、ルカリオとカバルドンは今回確実にお留守番でいいですね。だから、ゲンガー、ファイアロー、ボルトロス、ガルーラから、3体選出っていう感じになるんですけど、てか相手のファイアローも選出から消えるか？出したくないでしょ、ファイアロー。そんなに弱いし。って考えると、ガルオア、ゲンガー、プラス、クレセ確定のラスト、ガブオア、ボルト。だと、まあ、私は思うので、いや、ガルアローレボで行くか。うん、ガルアローレボにします。ガルガル対面、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 グローパンチだから。余裕でグローパンチから入るけど、なんか文句ある。これが犯罪者の力だ。クレセリア甘えでしょ、犯罪者パンチ。いやー、クレス用にファイアロー連れてきたのにな。これ多分このままガルーラで突っ込んでファイアローじゃなくてクレス殺すことになるんで。いや、でもガルー失ったら相手のガルーラがめちゃくちゃ重くなるんだよな。ほい、マヒレ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 、うぅ、動くな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 、バグレバグレバグレ。あ、スキルスアップか。あー、なるほど。次バグったらうまいし、ここはとりあえず、お、落ちたぞ。落とせんのか。全然親子愛がいる。くれてやるよ。クレセ殺せるんならな。止められないということを教えてあげましたね、今。ガルーラ、まあ、親子愛失ってるけど、ここは相手のガルーラを僕削りたいんで、このまま突っ込みます。ガルクレセのガルは、捨て身持ちって聞いてるんだけど。冬地、トール、ここグローパンチやめろよ。結構入ったぞ。あれ AB。これカバルトン読みかな？相手としてはもうだいぶ苦しい展開になってるから、クレセにグロー打たれて無理やり突破されたって時点で。冬打ちあったら冬打ち打ってくると思うんですけど、冬打ち以外の技は僕のガルーラ、冬打ちじゃない、相手のガルーラの捨て身タックル以外の技はガルーラ耐えるんで、ここは秘密打ちます。ガブリアス、こガブリアスもまひんねえかな。ガブリアスもまひってくんね。あ、でも冬打ちでこいつ落ちる。これガルットモンスター始まってんじゃん。あ、そういうことしてくる。あ、そういうことしてきちゃう人、そういうことしてきちゃう人か。不意打ちで。ガブ下げる。まあ、猫かな、ここ。不意打ち。猫、猫レイビー。猫レイビー捨て身。あと一個が地震か。冬打ちかなんですけど、どっちだろうな。地震と冬打ち、これどっちっすかね、どっちっすかね、これ。まあ、冬打ち打つか。通った。ガルットモンスター始まってんだけど。さようなら。対戦ありがとうございました。ゆきはるさん、対戦よろしくお願いします。スナパに目覚めたなのも、バンドリバンだか。とりあえず、あ、どうだろうな、まあ、ガルーラかな、ルカリオ出したい。いや、ボーバンで来ないんなら、ルカリオでもいいんですけど、あんなこれ、でもな、これ、ボルトロスも刺さってるんですよね。あ、でもサーナイトがうざいか。サーナイトがうざいな、ボルトロス出すと、蓄電トレースされるから。
ないな、ボルトの差ってことは、やっぱか、ルカリオ。ルカリオ、お留守番、お留守の、留守留守の留守かな。どうしようかな。初手が、まあ、初手が迷いまいまいなんですけど、ゲンガーからか。でも、ゲンガーから入ってバンギーとかと対面してしまうと、美味しくない。でも、ガルから入ってボーマンダとかと対面してしまっても、美味しくない。まあ、両対応できるのはカバルドンなんだけど、って感じ。って感じっすわね。いや、ガルからでいっか。ガルレボー。ガルレボガルレボゲンかな。いや、ガルレボゲンはないな。ステロ巻かれたとき、バンギにステロ巻かれたときはしんどいから。いや、ガルレボゲンでいいか。ガルレボゲンでいきます。ガルーラナットレ、ホノパン打ちます。まあ、これは別に、まあ、でもナットレ HP とかあったらホノパンじゃ落ちない可能性あるけど、まあ、ここは一撃で落としに行きたいんで、ナットレを読まれるかな。突っ込んできてるな。問答無用。グレンの拳の中に消えろ。オッケー、これあれだな、HB じゃないな。ステロ任せなかったのはだいぶ爆のアドンゴですね。はい。馬車かな。まあ、馬車だったらガルーラ切ってもいい。いや、あんま良くないな、ガルーラ切るのは。いや、切ってもいいか。馬車だ。え、ガル切っていいよな、これ。ガル切っていいよな。ここを無駄に交代したくないんですよね。守り読みとかされる可能性あるから。ここを不意打ち打ちます。それでも。あ、通らない。あ、ビルドか。バトンか。バトン先誰かな？まあ、こっち、タスキゲンが残ってるんで、まあ、ある程度誰が出てきても、割と対応は効くと思うんですけど、こう秘密で。ビルド。いや、待てよ、これ、バンギだったらやばいか、もしかして。え、ラストバンギだったらやばいか。後ろ特殊アタッカーしかいないんで、こっち。とりあえず大丈夫なんですよ、マヒエ。秘密連打でいっかな、秘密連打で。後ろがマヒルと、美味しいんで。フレアドライブ。まあ、これ2回ビルドされたし、さすがに死ぬかな。ま、さすがにこれは死ぬ。ただ、反動ダメージで、まあ、いい感じのダメージいくから、ここ、いや、ラストこれバンギだったら負けるんだけど。え、待って、これバンギラスだったらさ、バトン先がバンギだったらさ、負けるんだけど、これバンギ以外だったらか、あ、ドリウスか。あ、ドリウスあるな。あ、ドリュあるな、これ。シャドウブート。守る。まあ、普通だったらヘドバックの方がいいんですけど、ドリューにも通るこれ、シャドウで。まあ、バトンされても、サーナイトとか、マンダレできても、こっち助け持ってるから、そこから切り返し効くんで、ここはシャドウボかな。フレドラ。じゃあ、やけどすんなよ。まあ、勝ちじゃないか？これはドリューだった時が、まあ、ワンチャン負けあるな。こっちラストレイジュボルトロスだったから、まあ、サーナイトは勝ちでしょ。サーナイト勝ちだよな。え、こ、いや、ワンチャン負けあるな、これ。いや、道連れないんですよね。で、ここでサーナイトに打てる最大打点がはヘドロ爆弾なんですけど、確実にメガサーナイト、ゲンガーのヘドロ爆弾ぐらいは耐えてくるんで、毒んないかな。全然毒ってもた、あ、毒った足パン。あ、ハイパーボイスないのか、これ。え、待ってよ、これ。うわあ、しちゃそば。それはまずい。それはまずいっすよ。何これ。ネムネゴメイソアシストパワーか。
あ、それはまずいぞ。一旦ここは絶対眠猫だよな。いびき？やべ。あ、でも全然効かねえ。シュイン！加速しろ。加速するんだ。あのサーナイトの届かない高みの世界まで。10万ボルト。対戦ありがとうございました。短いけど、とりあえず、この辺で今日は終わってきます。それじゃあまた明日。